はい、どうも、ヒアレスです。どうも、カイヌネスです。あの、今日なんですけども、はい、まあ、あの、7月ももう終わりがね、迫ってきてる、そうですね、はい、ということもありまして、あの、8月のに発売されるスニーカーのうち、はい、まあ、あの、気になるものを、そうですね、あの、カレンダー形式で紹介していくやつ、はい、またやっていきたいなというふうに思っております。はい、まあ、今日は8月の前半戦と、そうですね、ということで、はい、8月の1日から、はい、8月の15日までを、はい、ターゲットとして、ね、そうですね、はい、あの、今日は音楽情報あるんですか？あ、じゃあ、手短にあります、ね、あるんですね、はいはい、わかりました。はい、このチャンネルではスニーカー発祥に関するリーク情報や最新のニュース情報を動画でお伝えしているチャンネルとなっております。チャンネル登録の方が済んでない方は、この機会にチャンネル登録のよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、あの、早速なんですけども、はい、あの、8月1日ですね、あの、はい、こちらの方が、まあ、この間、残念な結果に終わってしまった。そうですね。はい、あの、はい、CO.jp 東京ってやつですね。はいはい、こちらの方が、まあ、あの、ジュラルミンケースなしの、ね、通常版、通常版ですね。というものが発売されるというところなんですよね。はい、ちょっと見てもらいたいんですけど、はい、今回ね、ハードケースが付いてなくて、はい、まあ、いわゆる普通のボックスになるんですけど、はい、まあ、箱の方を見てみると、まあ、銀色のようなカラーの、一応なんかこの箱がで発売されるみたいなんですけど。ああ、そうなんですね。みたいですね。はい、はい。はあ、いつも黒に赤でナイキと書いてるようなボックスではないみたいですね。あ、はあ、一応これリークで出てきたので、わかんないんですけど、おそらくこれになるかと思うんですけどね。はい、はい。はい、こちらの方がですね、8月1日にですね、スニーカーズの方でも発売されますし、うん、アトモスの方でも発売されますし、あとあれでしたね、ギャラリー2っていうお店でですね、はい、抽選の方あるみたいなんで、あ、そうなんですね、はい、そちらの方がね、確か7月31日からだったと思うので、また概要欄の方にそちら貼っときますんで、はい、また気になる方見てもらいたいなと思うんですけども、はい、はい、まあ、あの、スニーカーズの方にも出てきてるというか、ね、そうですね、はい、あとアトモスさんの方、あ、そうですね、アトモスさんの方もですね、抽選方法の方も始まってますので。あ、そうなんですね。はい、まだ僕申し込んでないので、7月のね、31日まで余裕があるので、はい、概要欄の方にまたこちらも貼っておきますので、はい、まだ、あの、応募しないよっていう方がおられましたらですね、また見てもらえばなと思いますね。はい。あの、こちらの方については、はい、あの、GS も出るんですね。みたいですね。はい、はい。そうなんですよ。メンズサイズと GS サイズも出るので、まあ、足の小さいね、女性の方でも履いていただけるので。はい、はい。はい。まあ、今回ね、まあ、メンズだけじゃなくて GS も出るので、はい、まあ、男女ともに幅広く、なんていうんですかね、手に入れる方がおられるんじゃないですかね。はい、はい。まあ、あの、ちょっとね、あの、限定の、はい、2020足の分については、はい、まあ、手にすることできなかったんですけども、そうですね、はい、こちらの、まあ、はい、あの、一般のやつについては何とか手に入れたいなというところですね、はい、こちらなんですけど、はい、日本の発売がね、実は世界よりも早くてですね、はい、グローバルリンスっていうのは8月7日になってるので、はい、まあ、全世界よりもですね、日本の方がまあ1週間ほど早いじゃないですけど、まあ、東京店って言ってますね。ああ、そうなんですよね、はい、なんですよね、はい、なるほど。まあ、僕らがね、はい、手に入れることができたかどうか、そうですね、気になる方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、あの、続いて同じ8月1日にはなるんですけど、ね、これもまた気になりそうですね。これはめっちゃ気になってるんですけども、はい、あの、サシコパックですね。そうですね。ナイキ SB ダークローのサシコパックですね。はい。こちらがね、オフィシャルの写真が出てきたって言われて以前お話したんですけど。そうですね。はい。こちらの方がですね、発売される場所がいくつか出てきてまして、はい、あのですね、ナイキ .com の方で発売が来てまして。ああ、そうなんですね。そうなんですよね。ね、ナイキ .com で発売が来てるんですけど、はい、9時からではなくて、はい、8月1日の、お昼の13時。お昼の1時ですね、はいはい。から来てましたね。それは日本の。あ、そうです。はい、そうなんですね。来てました。はい。で、ただのスケートボードショップのインスタントの方では一応9時から、まあ、オンラインで発売されるので。あ、うん、はい。抽選以外に、そちらに関しては一応、まあ、先着順ってなってるので、はい、まあね、なんですかね、まあ、サーバーが重たくなって、またページが。開けないかもみたいな、ね。はい。開けないかなっていう感じがするんですけど、はい、そうなんです。それとは別で一応、ナイキ .com の方で、はい、まあ、13時から発売が来てるっていうことなんで、うん、まあ、僕はその13時の発売の方をちょっと頑張ってみようかなと思ってるんですけどね。はい、あれですよ、なんかあの、プッシュ通知お知らせ来たりとかするときありますけど。ありますよね。来た時には売り切れることもあるんで、ちょっと早めから監視しておいた方がいいかもしれないですよね。はい、プッシュ通知来た時で大体なんか発売されて20分くらい経ってたりとかありますからね。はい、そうですね、はい、まあ、以前紹介したんですけど、こちらサシコパックって言われてまして、はい、まあ、ブレザーミットであったりとか、はい、ジャノスキーなんですけど、こちらの方もナイキのところに来てるので、ありましたね、はい、同じくやっぱり8月1日でしたね。あ、海外の方では発売のこと全然書いてなかったんですけど、そうです、ね、今回8月1日でいわゆるやっぱりまとめて一斉にっていう感じでしたね。うん、はい、なんです、まあ、気になる方はね、まだナイキのところも見てもらえれば、そうですね、ページの方が来てますので、はい、はい、
はい、あの続きまして、はい、あの8月の6日になるんですけども、ね、はい、あのエアジョーダン1ハイ王子、これはウィーメンズになってしまうんですけども、はい、あのサテンスネークですね、はい、これも以前からあの言ってますね、していて、まあ、はい、これにね、あの似たあのサテンブラック2でした、ね、ありました、ね、サテンブラック2ですね、はい、こちらの方が、まあ、あの去年の、ね、8月にはちょうど今頃でしたよね、はい、発売されてたんですけども、はい、まあ、今回は今年はこちらの方がそうです、ね、はい、サテンスネークという形で発売されていたんですね、はい、まあ、2の部分の赤い部分がサテンになってまして、はい、まあ、ホワイトの部分がレザーで、いわゆるブラックのかかとの部分とかですね、まあ、フェイクなんですけど、まあ、片押しの蛇柄のような、はい、まあ、はい、デザインになってるんですけど、はい、発売の方が8月6日に来てまして、はい、アトモスさんと、今日付けでですね、スニーカーズの方に上がってたんですよ。ああ、そうなんですか。でね、まあ、気になるのはやっぱサイズ展開じゃないですか。はい、見てみますと、一応ね、29センチまであったんで、僕ね、ギリギリいけるんですよ。なるほど、なるほど。はい、なんで、これちょっと狙いますね。はい。私はお見送りですね。ああ、そうです。一応ね、あのね、海外の発売がエンドと SNS とかですね、はい、いろいろ海外のリークサイトに書いてあったので、もしかしたら、エンドとかで発売の情報が来た時に、サイズ展開見てもらうと、もしかしたら大きいサイズあるかもしれないので、そうです。たまにね、最近だから日本発送会社みたいになってる時も。そうですね、はい。EU オンリーって結構最近多いですよね。結構見ますもんね。まあ、ちょっとね、まあ、サイズ分けがね、ちょっと気になるとこかな、はい、そうですね。はい、僕はね、これちょっと今月の本命になっているので、これが。なるほど、なるほど。はい、このサテンステークなんですけど、はい、一応まあ狙おうかなと思ってますね。はい、はい。まあ、アトモスの方で、今後ウェーブ抽選のようなものがあるらしいので、はい、まあ、そっちの方に参加するのと、はい、あとまあ8月6日にですね、まあ、スニーカーズの方でオンラインチャレンジしようかなと思ってますので、はい、まあ、もしよかったら、スキーアイスにですね、支援してもらおうかなっていう、ちょっと、はい、いいですね、はい、思ってるんですけど、ね、ちょっと欲しいなってなってるんですよ。はい、わかります。はい。アトムスさん以外の他の小売りで発売が分かればですね、またこちらでご紹介したいと思います。まあそうですね、あの抽選情報だったり、はい、あ、そうですね、はい、まあ、あの海外での販売情報だったり、はい、まだ1週間ぐらいね、日にちもあるので、そうですね、はい、はい、あの続きまして、はい、8月の8日になるんですけども、ね、はい、これもまたなかなか特徴のある癖のあるデザインなんですけども、ね、はい、エアージョーダン3レトロの SET デニムと言われてるものですね、はい、そうですね、まあ、T というのはまあ東京っていう意味なんですけど、はい、これってハイヤレッドとも言われてるんですかね。あ、そうですね、はいはい、こちらなんですけど、以前からね、結構紹介してたんですけど、はい、アトモさんの方で以前ローンチリストに8月1日の発売が一応来てたんですけど、はい、今回ね、アトモさんのローンチリストをもう一度見ると一応8月と8日っていうふうに来てたので、うん、まあ、8月8日ということでさせてもらったんですけど、ね、はいはい、こちらにちょっとかかとを見てもらいたいんですけど、以前半透明になっているこのエアジョーダン3のかかとの部分に、まあ、ナイキエアっていうふうに書いてるっていうふうに言ってたんですけど、はい、こちらね、この T と呼ばれる東京バージョンがですね、そのナイキがカタカナになってるんですよね。そうなんですよね。そうなんで、はい、こちらの方がね、どうも、その8月8日の日本での発売がこっちみたいなんですよ。あ、そうなんですね。そうなんですよ。はい。もともとね、8月1日に東京バージョン発売するって、海外のリークではあったんですけど、まあ今、アトモスさんのローンチミストみたいな8日になってたので、まあ今の8日でセットされてるのかなっていうふうに思うんですけど、はい、はい。はい。僕ね、これ以前からね、これちょっと欲しいなと思ってまして、はい、ただですね、そのかかとが、その、なんで、カタカナバージョンで来るっていうのが、はい、その時分かってなかったんで、はい、そのアルファベット表記のナイキエアの方が欲しかったので、あ、なるほど、そうなんです。そっちの方がね、一応ね、グローバルリリースが8月27日なんで、でもその8月27日に、そのグローバルリリースされるものが日本で発売されるかっていうのはちょっと全く分かんないんで、そうなんですよ。だからね、ちょっとどうしようかなってなってるんですよね。このかかとの、まあ、東京バージョンのカタカナになっている部分に関して、はい、他の部分はすごくかっこいいと思ってるので、うんうん、そうなんですよ。このエレファント柄のね、デニムもですね、日本の岡山の、有名なデニムをイメージして作ったっていうふうにも書いてたので、はい、かっこいいっすよね。かっこいいですね。まあ、あの、かかとのね、はい、あの透明のクリアなところがやっぱり気になりますよね。あの、ナイキエアで書いている下地のところに、はいはい、ジャンプマンロゴが、そうなんですよ。あの、クリアで乗ってるっていう、ね。そうなんですよね。二、はい、つね、乗ってるっていうデザインなんですけど。面白いですよね。はい。まあ、エアジョーダン3で言うとね、藤原博さんのフラグメント、今後発売される予定があるものも、ね、はい、かかとこれのような形になっているので、はいはい、まあ、なんていうんですかね、2020年後半のエアジョーダン3のかかとは半透明系が多いのかなっていうふうに思うんですよね、はいはい、そうなんですよ。まあ一応ね、僕はそのグローバルリリースのバージョンの、そのアルファベットでナイキエアって書かれてるバージョンの方がちょっと欲しいので、はい、まあちょっと、まあ8月27日にどうなるのかなっていうふうにちょっと思ってるんですけどね、はい、まあ、8日のこのやつも気になるのはなんですけど、はい、
まあ、あのこちらの方もね、はい、他のお店での取り扱いだったりとか、はい、あとまあスニーカーズでどうなるのかとかね、そうですね、はい、その辺の情報まだ出てきましたら、あの動画の方でお伝えしていきたいなと思いますので、気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。はい、続いてなんですけども、はい、8月の、12日にありますね、はい、こちらの方が、エアジョーダン1ハイズームの、はい、スペースヒッピーです、ね。そうなんですよ、ね。これもね、以前からずっと紹介してるんですけど、ね。何度か動画でお伝えはしてるんですけども、はい、こちらの方が12日に出るという、ね。そうですね。で、これって国内販売は明確になってるんですか、ね、なってないですね。今のところそれね、US リリースなんで、はい、はい、日本の発売はちょっとわかんないんですけど、はい、ただですね、これね、ジョーダンクレーターシリーズっていう、はい、ジョーダンクレーターコレクションっていうの以前ご紹介したんですけど、はい、ジョーダンの、ミッドカットの、シューズとですね、はい、サンダルとこのスペースヒッピーの3つをジョーダンクレーターコレクションというふうにご説明させてもらったんですけど、はい、その中のうちの1つがね、国内での発売があったので、はい、まあ、その流れじゃないですけど、はいはい、まあ、スペース今回のこのスペースヒッピーがですね、まあ、日本でも発売されたらいいなっていうふうにちょっと思うんですけど、ね、なるほどなるほど、はいはい、まあ、以前にもご紹介したんですけど、このズームシリーズっていうのは、はい、エアジョーダン1の、はい、まあ、いわゆるファーストラインと言われているフィアレスファンズコレクションの一環で発売されたものが、はい、スニーカーで発売された以降ですね、日本では発売されてないので、2つ目以降が発売されてないんですね。そうなんですよね、はい、で、まあ、海外で発売されたものを、まあ、運よくね、フィアレスは購入することができたので、あ、一応こちらの方はね、開封の儀で一応紹介させてもらってるんですけど、はい、それ以降に出てるものっていうのはね、海外でのリリースばかりなので、そうなんです、このスペースヒッピーがですね、どうなるかね、ちょっと分かんないんですよね、うんうん、はい、まあ、かっこいいデザインなんですけどね、そうですね、はい、まあ、ジョーダンクレーターシリーズという一環で、はい、まあ、前のヒアレスファンズコレクションのように、はい、まあ、発売されるといいなと、ね、そうですよね、はあ、はい、続きまして、はい、8月の15日になるんですけども、はい、ね、こちらの方がエアジョーダン5の、はい、オルタネイトベルエアですね。そうなんですよね、はあ、これ発売来ましたね。そうですね、はい、ですね、以前少しだけお話したことあるんですけど、はい、こちらのタイプっていうのは2013年に発売された、はい、まあ、ベルエアっていうモデルがあるんですけど、はい、まあ、そちらのね、まあ、オルタネイトって言ってるので、まあ、もう一つのベルエアじゃないんですけど、はい、まあ、違うバージョンでね、7年の時を経て発売されるんですけど、これね、でもね、2013年に発売されて、まあ、7年後に今年出るっていう形で書かれてるんですけど、はい、実はこれ意味がありまして、はい、2013年に発売されたそのベルエアっていうのは、はい、1990年に、まあ、コメディドラマでウィル・スミスが出てました、はい、フレッシュ・プリンス・オブ・ベエアっていう、はい、コメディドラマがあったんですけど、はい、そちらでね、ウィル・スミスが着てる格好の、まあ、なんていうか、パンツのカラーとかを落とし込んで作られたエア・ジョーダン5が、その2013年に出た、まあ、ベルエアっていうモデルで、なんでまたエア・ジョーダン5が選ばれたと言いますと、ウィル・スミスが出てるコメディドラマの中で、はい、エア・ジョーダン5をめちゃくちゃ履いてるんですよ。あ、そうなんですか。はい。ブラックメタリックであったりとか、まあ、ファイアーレッドと言われてる、まあ、僕らで言ったら銀メロをね、はい、ウィル・スミスが履いてるので、まあ、エア・ジョーダン5が、まあ、たくさん登場してくるっていうのもあるのと、はい、まあ、その時、ウィル・スミスが着てた格好のカラー落とし込まれて作られたのが、その2013年に出たベルエアっていうモデルなんですけど、まあ、そのモデルの、まあ、ちょっと違うバージョンで2020年に発売されるんですけど、この2020年に何で出るかと言いますと、先ほど言いましたそのコメディドラマっていうのが1990年に始まってるんですよ。で、まあ、1996年に、まあ、終わってるんですけど、1990年に、まあ、ドラマが始まった年からおそらく30周年なんで、っていうのもあると思うんですかね。まあ、そういうふうに海外のサイトはどうも書いてなかったんですけど、まあ、一応アニバーサリー的で言うと、まあ、30周年になるのかなっていうふうにちょっと思ってるんですけど、まあ、エアジョーダン5はね、今年30周年なんで、まあ、そういうのもあって、まあ、あるんじゃないんですかね。まあ、こっちはちょっと面白いんですけど、ね。そうですね。はい。以前出た2013年のモデルは、ヌバックと、スエード調の灰色のボディだったんですけど、うん、今回はね、思いっきりね、オールホワイトレザーで使われてまして、そうですね、まあ、ところどころにね、その、まあ、前回のベルエアに見られるようなカラーが落とし込まれてるんですけど、うん、僕、これ結構ありですね。いいですね。はい。集団の部分のジャンプマンロゴもカラー左右違いますからね。はいはい。はい。あと、ナンバリングの23も左右色違うので、はい、ちょっと面白いなと思ってるんですけど、ね、はい、前回のものより僕実は今回の方がかっこいいなと思ってまして、僕エアジョーダン5好きなんで、ちょっとね、これ気になってるんですよ。というのも、サイドの部分のメッシュが、黄ばんだらですね、このデザイン的なもの、全体のデザインを含めて、これぞ90年代だなっていう感じしません？このカラーの展開といいますか。わかります、ね。そうなんですよ。これ2020年に作られた靴なんですけど、これね、1990年の靴、めちゃくちゃぽいんですよね。で1990年に僕ね、エアジョーダンシリーズ好きだったんで、はい、まあ、そういうのもあって、ちょっとこれ、結構気になってるんですけどね、どうしようかなっていう、うん、
感じなんですよね。まあ日本の発売の方がちょっとまだ分かんないんで、はいはい、おそらく発売されると思うんですけど。なるほど。はい。まあまたね、あのスニーカーズの方に出てきたりとか、はい、あの取り扱い店舗だったりとかっていうのが分かった段階で、はい、はい、またあの動画の方にしていきたいなと思いますね。はい。はい、あの最後になんですけども、はい、あの8月の同じく15日になるんですが、これでもあの発売日について諸説あるんですよね。昨日出てきたリークで、はい、これね8月15日に一応セットされてたんですけど、はい、いくつかのリークサイトではですね8月29って言ってましたね。ああ、2週間延期の感じ。そうなんですよね。でも一応ね8月15日って一応ね海外のスニーカーサイトはまだ変更が出てなかったので、はい、まあ一応8月15日という形で今回カレンダーの方に入れさせてもらったんですけど、はいはいはい、これ気になる一足ですよね。気になりますね。はい、まあ、以前から言ってたんですけど、終端が短いって言ってたんですけど、はい、これね、終端ね、内側にね、あの、何ですかね、折り込んでるみたいですね、これ。あ、そうなんですか。そうなんですよ。で、それ折り込まれてるデザインみたいなんですよ。それが開けるかどうかっていうのはちょっとね、まだわかんないんですよ。はいはい、あとね、これ海外のサイトに書いてたんですけど、今回このエアジョーダン4って、インガーハットフィールドがエアジョーダン4を、作成するときに、まあ、ラフスケッチっていうんですかね、はい、そのスケッチをもとに作られたんじゃないかっていう説もあるらしいですね。ああ、なるほど、はい。まあ、これちょっと面白いのはね、その日焼けしたねソールであったりとか、はい、なんていうんですかね、カラーの使われ方がね、それ80年代の、うん、なんかちょっとネオンを思い出すと言いますか、はい、ニューウェーブっぽい感じがするんですけど、面白い色使いですね。はい、まあ、終端をね、これ曲げて、終端の長さを半分ぐらいにしてることによって、まあ、海外のサイトでは以前言ったんですけど、まあ、スケボーシューズっぽいなふうにというふうにも書きましたけど、多分 DC とかそのあたりを示してるんじゃないですか、ね、うん、だと思うんですけど、はい、はい、僕ね、ちょっとこれありなんで、はい、今月ね、ちょっとね、ありな多いんですよ、僕。多いですね。そうなんですよね。はい、このエアジョーダン4を見たときに、まあ、80年代っぽいなっていうのと、あと2000年代ぐらいに、僕音楽がすごく好きなんで、はい、その時にですね、まあ、ニューウェーブと、ディスコとパンクをかけたような音楽がすごく流行ってまして、はい、まあ、エレクトロクラッシュっていう音楽のムーブメントがありまして、うん、そういうイベントに、ね、行くとね、まあ、以前から結構たびたびこの話はしてるんですけど、はい、そういうイベントに行くと、こんな感じのね、ネオン調のスニーカーを履いてるね、あの方結構いたんですよね、イベントに。で、そのかかってる音楽もかっこいいですし、遊びに来てた人は全員かっこよかったんで、はい、その時履いてたスニーカーは割とね、こういうなんかニアン調の感じのものを履いてたので、なんかあの時のことを思い出すなっちゃないですけど、はい、スティーブ・アウギっているじゃないですか。はい、あのスティーブ・アウギが今みたいに、すごくなんか大金持ちといいますか、はい、すごくお金を稼ぐようになる前のスティーブ・アウギが、はい、まあ、なんですかね、まあ音楽活動をしてた時期なんですけど、はいはい、はい、まあその後に流行ったエレクトロクラッシュっていう音楽がありまして、まあその時にほんの割とネオン調の靴履いてるのを思い出したんで、今回このユニオンのカラーを見た時に、あ、ちょっとこれいいなっていう風になったんですよ。はい、はい、今回のこのオフノワールなんですけど、はい、グアバアイスっていうもう一つ、違うカラーのバージョンがありまして。あ、ありましたね。はい。はい、こちらの方がですね、まだその実物が出てきてないんですけど、はい、このグアバアイスと言われるモデルに関してはですね、ユニオン限定と。いうふうに書いてました。で、今回この、今見てもらっているオフノワールっていうのは一応グローバルリリースっていうことで、まあ一般発売されるモデルということなんですけどね。はい、まあそのグアバイスっていうのもね、ちょっと気にはなるんですけど。そうですね。はい。はい、まあ僕このオフノワールちょっといいなと思ってますね。うん、はい。まああのこちらの方も、はい、日本での発売だったりとか、まあ実際に発売日の方が、まあ15日なのか、19日なのか、はい、まあ、はっきりした段階で、またあの動画の方でね、やっていきたいなと思いますね。はい。まああの今月、はい、あの全般通してなんですけども、はい、まあ、前半戦ということですが、そうですね。15日までの分でどれが一番気になってますか？結構ね、どれもね、いいんですけど、はい、まあ今のところとりあえず8月6日のですね、サテンスネークをちょっと狙いに行きたいですね。なるほど、なるほど。はい。で、そうですね、そのサテンスネーク以外で、次どれが欲しいって言われたら、今のところ先ほど説明しました、はい、まあ、多分買えないと思うんですけど、はい、このユニオンとエアジョーダン4のコラボです、ね、ああいいですね、はい、もうこれは気になります、ね、ちなみにヒアリスはどれが、僕もそうですね、はい、これやっぱりユニオンのやつは気になりますよね、はい、あとあのシオドとジェピーこの間買えなかったそうですね、欲しいなと思って、そうですね、ほどほどく全部ねあの外れてるので、そうなんですよ、はい、まあ、CO、JP そうですね、ハードケースは今回ないんですけど、うん、はい、まあ、あと、サシコパックも気になってます。そうですね。はい。今月ね、だから割とね、そうなんですね、やばいと言いますか。そうなんですよね。はい。まあ、日本の発売が明確にあれば、こちらの動画でまたご説明したいなと思うんですけど。そうですね。はい。あの、皆さんも、はい、この8月の15日までの分で、発売されるもので、まあ、気になっているスニーカーありましたら、コメント欄の方に書いていただけたらありがたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。ぜひお願いします。
あの音楽情報あるんですよ、ね、ありますね、はい、じゃあ軽く手短に、はい、以前からですねビリー・アイリッシュが、マイ・フューチャーと言われる新しいシングルを、はい、7月31日に、ドロップするんじゃないかっていう話があったんですけど、はい、本日7月30日ですね、一部ちょっとだけ聞けるようにしてまして、はいはい、ちょっと見てもらいたいんですけど、インスタグラムの方で少しだけ触りが聞けるみたいなんで、はい、もし気になる方はですね概要欄に貼っておきますので、はい、ちょっと聞いてもらいたいなと思うんですけど、あとですね、9月にビリー・アイリッシュが日本の公演が控えてたんですけど、正式に延期となりましたね。なるほど、はい、まあ、世界ツアーをね基本的に今止めているので、はい、まあ、まあ日本の公演はおそらく延期になるんじゃないかっていうふうに思ってたんですけど、うん、やっぱり正式に興行側から出てたので、はい、あとそれ以外にですね、ビリー・アイリッシュというのは今ドキュメンタリー映画といいますかドキュメンタリー映像の方を撮ってるらしくて、はい、まあ、それがね近いうちに公開されるんじゃないかっていうふうに言われているので、はい、そちらはまた分かればこちらでご紹介したいと思うんですけど、はい、はい、以上です。はい、はい、でですね、この後ちょっと予告で出しました、はい、エアディオールですね、はい、エアディオールの方の回収の儀受け取りに行くとか開封ではなくて回収て回収の儀です、はい、あの受け取りに行く動画なんですけども、はい、こちらの方明日、はい、公開する予定です、はい、でちょっとねやっぱり初めての外掛けということもあって、はい、音声上の問題は多数ありましたね、はい、はい、まあ、なので結構カットした部分も多いんですけども、はい、まあ見ていただけたらなというところです、ね、はい、あとまあお店の映像についてはねちょっとね、撮るわけにもいかなかったので、はい、ちょっと、店内での撮影は控えてますので、そうですね、まあ、その機会にもね、僕らの道中の会話だったりとかっていうところにはなるんですけども、はい、まあ見ていただけたらなと思います。その動画の後半でですね、はい、まあ、編集後期じゃないですけど、はい、社内の中で話せなかった内容を少しだけ、あ、そうですね、後から付け足して、後から付け足して喋ってますので、はい、またそちらもまた、なんですか、見てもらえればなと思うんですけどね。はい、はい、まあどうしましょうかね、これプレミアム公開で僕らしたことないんですよ、実は一回も。一、はい、回やってみたいなと思っているので、ちょっとそれで。僕も設定の仕方わかんないです、ね。そうですよね、はい。ちょっとこれから調べてっていう。はい。やってみようかなと思ってますので、はい、また気になる方は、はい、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。声をお願いします。はい、それでは本日は以上になります。ヒアレスでした。ファイナリスでした。さよなら。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I ticked at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now, I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust, so I'm reminiscing.